アイムドーナツすごいことになってますね。いや、どこまで行列伸びてるんだ。今日はめちゃめちゃ暑いんで、皆さん日がさっさしてます。それぐらい対策しとかないと、この日差しの中待つのは結構辛いかもしんないですね。わ、すげえ、ホスタコーヒーの方まで行列できてるわ。ファーマーズマーケットやってますね。ちょっと中通っていこうかな。今回どんな出店があるんだろう。Into Craft Our Leaves。あ、なんか陶器のお皿とかありますね。あ、ビカクシダ発見。ビカクシダとか売ってます。あ、こっちの方に来るといつものファーマーズマーケット的なお店になってますね。で、今ちょうどお昼の時間なんで、皆様ランチ食べてます。すごいいい匂いがしてる。研ぎ屋さん。コーラ、クラフトコーラか。クラフトコーラのお店がありますね。で、ブルーベリーがあって、あ、イーストさんだ。イーストさんの豆、結構買ってます。で、お野菜のコーナーがあって、こんな感じですね。あれ、ヤギいない。ヤギがいるんですけど、あ、今女の方がヤギ抱いてた。めちゃかわいい。静かに抱かれていた。こんな感じです、ファーマーズマーケット。こんにちは、純也です。今日はですね、今から表参道ヒルズに行ってきます。なんかこっちの方がいいかな、こっちの方がいいや。そう、表参道ヒルズに行ってきます。でですね、今ね、表参道ヒルズで、あ、暗くなっちゃった、映ってるかな、大丈夫かな。表参道ヒルズで角栓園さんのポップアップストアがやってるそうなんですよ。期間はいつまでだろう、ゴールデンウィーク中だけなのかな、ちょっとわからないんで、後でテロップとか詳細欄に詳細書いておきますが、うん、表参道ヒルズで角栓園さんがポップアップストアやるってことで、これは行かなきゃならんでしょうってことで行ってきます。そう、なんかね、表参道ヒルズってあんまり行かないんですよね。なんかあのおしゃれな空気が自分には合わないかなと思って、あんまりね、こう馴染みのないところなんですよね。なんですけれど、角栓さんがポップアップストアやってるっていうことなので、せっかくだから久々に行ってみようかと思って行ってきます。ゴールデンウィーク後半、表参道界隈はめっちゃ混んでるだろうな。そろそろ表参道に出るんですけれど、もうこの時点で人がたくさんいるのが分かってしまうという。いや、すごいな、人が。ゴールデンウィークだし、おそらく海外からの旅行者さんもたくさんいると思うんですよね。いや、すごい人だ。この前できるかな。じゃあこの歩道橋を渡って反対側に渡ります。ここから見る表参道はどんな感じになってるか。あ、けどなんか思ったよりは人いないな。もっとすごい人が多いんかと思っていたんですけれど、想像していたよりはあんま人多くないですね。そして反対側、こっち側は表参道駅方面、
で、左手にアップルストアがあります。なんかアップルストアの前に人が溜まってるなと思っていたんですけれど、あれはあれか、信号待ちですね。うん、なんか思ったよりも人多くなかった表参道でした。表参道やってきました。うん、やっぱ想像よりは人多くないな。すんごい人だらけかと思っていたんですけれど、そうでもなかった。表参道ヒルズ到着で、ポップアップストアやってるのが地下3階っぽいですね。で、おそらく表参道ヒルズの中は撮影は禁止だろうから、中の様子は撮影しないつもりです。どっから入ろうかな。なんか本当に久々だな、表参道ヒルズ。あのおしゃれな空気感に負けないようにしないと、ちょっと心を強くして入館します。それでは表参道ヒルズ潜入。これですね、覚醒園さんのポップアップストア、本館地下3階のポップアップスペースにて開催中。あ、書いてあった、5月3日から5月6日までだそうです。じゃあそれで本当に潜入します。それではカメラオフ。表参道ヒルズの覚醒園さんのポップアップストア行ってきました。ふらっと立ち寄るつもりだったんですけれど、なんかこんなことになってます。まあいいか。なんかね、今回植物を買った方に特典で覚醒園さんのクリアファイルがついてくるそうなんですよ。まあそれもらえただけでもラッキーということで、なんか買っちゃいました。はい、行ってきました。覚醒園さんが表参道ヒルズでポップアップストアやるっていうことで行ってきました。で、本当はですね、ただ見に行くだけでそのまま帰ってこようかと思っていたんですよ。なんですけれど、ちょっとね、どうしても我慢できずに一株買ってきてしまいました。ということでそれを紹介しましょう。いやー、なんかね、本当に見るつもりだけだったんですよ、本当ならば。けど、なんだろうな、なんか見つけてしまったんですよ。ついつい手が伸びてしまうあれを。で、そのあれというのがこれです。ででーん、ハオルチアロックウッディです。ロックウッディが売っていたんですよ。しかもですね、なんていうのかな、ちょっとね、値段的に比較的お安めだったんですよね。もしかするとロックウッディって値段が そろそろ落ち着き始めているのかなっていう感じなくらいに、結構ね、お安い値段だったんですよね。なのでついつい買ってしまいました、ロックウッディ。こんな感じです。で、その時おまけでもらったのがこのクリアファイル。あ、なんか中入ってるな、なんか中に入ってますね。なんだ、カード、なんかめちゃかっこいいプラスチック製のカードが入ってます。で、さらに他にもなんか入ってますね。これはステッカーだ、覚醒園さんのステッカーと、それがもう一つかな。あ、色違いだ、色違いで覚醒園さんのステッカーが2つ入っていました。あれ、なんか実は何気にサービスっていうか、このおまけが割と充実してますね。クリアファイルにプラスチックのカードとステッカー2種類、こんな感じです。なんかこれ、このおまけだけでも、うん、まあそれなりの値段がしそうですよね。ということで、表参道ヒルズでやっていた覚醒園さんのポップアップストア行ってきました。で、行ってくるだけのつもりがついついハオルチアロックウッディを買ってしまったという感じです。そうで、今日の覚醒園さんのポップアップストアなんですけれど、
行く前はですね、なんとなくこう場所柄、表参道ヒルズっていう場所柄、サボテンとか、あとは多肉、エケベリアとか、いわゆる見栄えのする植物が多いのかななんて思いきや、まあ確かにサボテンは多かったんですけれど、そんな、いわゆるビザールプランツ、パキポディウムグラキリスだとか、あとは、アデニアグロボーサだったっけかな？あれがあったりだとか、コミフォラカタフだとか、オペルクリカリアパキプスだとか、あとアガベも結構、いわゆるネームドの結構値段のするアガベも置いてありましたね。という感じで、表参道ヒルズというなんかシャレオツな場所であっても、各線塩酸手を抜きませんね。充実したラインナップでした。そんなところで私はこのハオルチア 6T を買ってきてしまいました。といったところで、今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。ではでは、ではでは、6T めちゃ可愛い。